大丈夫ですかね。そんな大丈夫ですかね。入りで大体わかるんで、あ、これあかんのな、僕手挙げますんで。ほんと耳塞いでいただいて。耳塞いで。今やったらその天下とかあるじゃないですか。はい。やめなさい。まあまあまあ。まあさすがに天下の意味も分かってないから。まあね、今やったらそういうお手軽に続けますよ。まあまあまあ天下とかあるじゃないですか。でも僕らの時って本当になかったんですよね。だからその女の人ってどんなんやろうと。上はね、まあお姉ちゃん のおっぱいとか触ったこととかもありますから、それが大体分かってたんですけど、なんでお姉ちゃんおっぱい触ったことあんのかが分かんないですけど、下ってどうなんやろ。まあね、でそれをこうエロ本とかでこう中学の時とか探すと、うん、まあその感覚に近いのはそのカップラーメン、あれをこうぬるくしといてそこに掘り込んだら女の人が味わえるよとか、ね、ありましたね、ありましたありました。ほんでまあいろいろ書いてあったんですけど、まあ僕は手軽なやっぱりこんにゃくちゃおうかなと。でやっぱ僕ラーメン好きなんで、やっぱラーメンを一回無駄にしてその掘り込むっていうことがやっぱり自分的にもやっぱりそれはちょっと高価な、なるほど、あれやなと、うん、はいはいはい、でこれこんにゃくやなと思って、で ある日こうお母さんが中学のお弁当を作ってくれてたんですよ、うん、で、あ、お母さんなんか作ってんなと思って、で冷蔵庫を開けてそのね、女の人の感覚に近いものが何かないかなって探したんですよ。で、あ、こんにゃくないかなと思った、こんにゃく、あ、こんにゃくあらへんな、うちと。で、見てたらお母さんがコンコンって切ってたんですよ。で、それ見たらもうこんにゃく切ってたんですよ。で、お母さんこんにゃくあるやんと思って、ほんだらお母さんがそのこんにゃくをね、サンサンサンって切ったやつペラペラ1枚に縦に1本スッと線入れてねじりこんにゃくみたいにクルクルってしてポンと置いてあったんですよ。ありますよ、おせちの、おせちとかでもね、おせちのやつ、はいはいはい、でもクリンクリンってしてくれてるから、もうお母さんと思って、お母さんも作ってくれてるやんと思って。料理、料理ですか、料理を作ってくれてる。でも僕はいろんな意味でいや作ってくれてるやんもうと思ってエスパーやん。ほんでそれをちょっともうどうしても手に入れたくなったんですけれども、今からもう一回炊くんですよ、やっぱりそれね、味付け。いや、これ今から炊くんやなと思って、ほな雪平鍋にこうね出汁入れてバー掘り込みよったんですよ。ほんでメーってなってる時に全然食べたなかったんですけど、あのお母さんちょっとこれうまそうやな、一個ちょうだいって言って、うんうんって言うて噛んでるふりして全く噛まんと、ほんでお風呂場持って行って、よし手に入った手に入ったこんにゃく、よしと思ってお風呂入って、でまあ鍵も閉めといて、鍵閉めた、はい、でまあこう鍵確認して誰も言いへんかったんで、うん、よしこれで味わえると、うん、女の人味わえるとこんな感じなんやなってすごい思ってたら、もう自分の門もバーンなって、うん、よし準備万端やと行くぞと思って、それをこうそーっと入れてみたんです。ほんならディンディンって切れたんです。で日本のこんにゃくにディンディンってなって、あ、マジでと思って、話です。じゃあせっかく福岡で松本さん来られてるんで、松本さんが初めて福岡に来られた時のお話でいいですか。もう十何年も前なんですけど、まあ、福岡吉本で僕らもう先輩の接待ばっかりやってたんですよ、うん、東京大阪から先輩芸人が来る時に美味しいご飯屋さんとか、そうそうそう、美味しい飲み屋さんとか、うん、あとは一緒に飲みたいという方には女の子もちょっとセッティングしてっていうのを僕ら15年ほどやってまして、でいよいよ松本人志がやってくるってなったんですね。でその時は今田さんと松本さんとあとなんか後輩芸人が5人で来ると。でまあ分かってるなと、女の子をちゃんと用意するように。で僕ら15年そういうことやってて、正直先輩とはいえその人気ない先輩だと女の子来ないんですよ。ああ、うん、そうか。でも初めての松本さんなんで、こんなもんもう余裕で集まるということで、結構僕ら高くくってたんですね。で一応まあ何人か知り合いに声かけたんですけど、当時の松本さん、まあ、いわゆる松本軍団が、まあ、全国でいろいろ飲み歩いてるっていう噂が変な感じで福岡伝わってきてみたいで、みんなすごいって言ってくれるんですけど、飲み会は行きたくないっていう方が多かったんですね。でなぜならもう何されるか分からない。まあ
あイメージで、うんうんはい、いただける笑いよりも、はい、後に与えられる暴力の方が上回るみたいな。そんなことないけど、ね、噂がね、はい、何されるか分かんないから、はい、あの興味はあるけど行きたくないっていう方がいっぱいいて、で当日来られる前日前々日ぐらいの段階で飲み会に来てもいいよって女の子が一人だったんですよ。そうなんや。でこれはちょっといくらなんでもシャレならんっつって、福岡吉本、まあ、僕ら以外にたくさん芸人がいるんでみんなで電話して、なんとか来てくれないか、でみんなやっぱ嫌だでいよいよ当日どうしようかどうしようか、もうこうなったらなんかお金払ってでもそういうプロの方呼ぶみたいな話をしてたら、どん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 電話がかかってきて、当日になってその声かけた女の子がやっぱり行きたい、もうだってもう次松本さんにいつ会えるかわからないから一回断ったけどやっぱり行きますっていう子がどん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 増えてきて、あの飲み会始まる1時間前に参加希望者が50人を超えたんですよ。で5人なんで5対50なんてもうこんな試合できないし、そもそも店がないんですよ、55人入るの店は。だからそれをもう2チームに分けさせていただいて、 A チーム B チーム25人25人で1つのお店を借り切って、あの1時間半交代で25人をこうぐるぐる回したんですね。でこれちょっとやりすぎかなと思って今田さんなんかに言ったんですけど、松本さんがええんならええんちゃうとか言って、で始まったら松本さんが本当テレビでも見せないような笑顔で25人を相手していくんですよ。初めて会った子に気さくにボケていくしで本当しょうもないボケやるんですけど、全部一個一個拾って突っ込んでいくんですよ。すごい。時に叩いたりとかで、はい、まあまあ、ツッコミを入れたりとかして、ですっごい楽しくて、で、まあ、結局 A チーム B チーム、まあ、3時間ぐらいの、まあ、試合だったんですけど、滞りなく終わりまして、すっごい満足していただいたんで、ああよかったなと思って、でお店の人がそろそろ閉店ですと、お会計いいかなっつって、まあ、見せられたのが僕が最初にもらったんですけど33万6千円だったんですよ。忘れられないんですけど、でもまあ一応割烹料理屋を貸し切って60人ぐらいで飲んだんで、うん、でもういろんなものを女の子は好き勝手頼むから、これでも安くしてくれてるのだいぶ、はい、でまあ33万6千円だし、うん、松本さんだから、うん、こんなもんもほいってやってくれるだろうなと思って、まあ、ニコニコされてたんで、まあ、僕そばに行ってすいませんとお会計こうなりますって言ったら、もうさっきまでキャッキャ言ってた松本さんの表情がさーっと怒りというよりもちょっと半泣きみたいな感じで怒りの向こうの泣き、はい、でか細い声で、はい、今田を呼んできてくれじゃあもうこの流れなんで、はい、浜田さんが初めて福岡。流れ、流れ。そういうのもあるんですね。はい。まあこれは映画のキャンペーンで福岡に来福されるということで、明日があるさという、映画がありまして、キャンペーンで浜田、まあ、主演でしたからね。そうです。で、北海道からどんどん南に下っていくと、うんうん、で福岡が最後なんですよ。うん、でまあ。だいぶお疲れになってます。ただお疲れの皆さんとは真逆のギャップで、福岡のテレビ局はようこそなんですよ。まあまあそうか。で僕らは福岡のテレビ局のナイトシャッフルというですね、あ、家族みんなでナイトシャッフルナイトシャッフル、まあ、みんな知ってます、はい、まあ、皆さんご存知と、はい、その番組で、まあ、1日追っかけ密着ということで、まだ僕ら福岡時代なんですが、まあ、あの吉本なんでよく知ってる仲だろうみたいな感じでディレクターとかを打ち合わせするんですけど、僕らはもうほとんど初対面でできないんですけども、グイグイ行ってくださいみたいなことをすごい言われて、で福岡空港で待ち合わせしたんですよ。で福岡空港でスーツビシッと着て、僕と相棒とで2人で待ってるんですけども、着陸したものの、はい、なかなか降りてこないんですよ。その時たまたま VIP の、まあ、政治家の方がいらっしゃって、もうそれを先回しにするから、うんうん、その浜田さん一行は機内でちょっと待ってたんですよ、はいはい、ただでさえ北海道からずっと移動してきたのに、その上空港内で待たされてて、もう一番浜田さんが、まあ何ていうんですかね、非常にこの勇ましかった時代の勇ましかった
選んだな。そうですよね。メラ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 されてた。本当に降りてきた時に、うん、もう眉間にシワが、うん、本当キャンペーンの数だけあるんですよ。北海道、キャンペーン、北海道、仙台、名古屋、大阪、もうその数だけもうすごい。こんななってたんです。ただ僕らもですね、ただで接待するわけだいかないんで、あのまあそういういわゆる試写会なんで試写会の会場に行くんですけど、試写会の会場で我々なりの接待を用意してたんです。その接待が豚骨ラーメン、生でその場で熱々の状態で出すと。わざわざその福岡で人気のラーメン屋さんをですね楽屋に、もう朝からスープ炊いてです、もう消防法とか全部許可取ってです。それでもういつ来られても食べれる状態でスタンバイしてた。僕ら先に8階に上がってですね、でいよいよ待ってたんですよ。だから浜田さんご一行が来て、もうやっとあの眉間のシワも取れるだろうと、やっぱ博多の味を味わえばと思って、エレベーターがチンと開いた瞬間、浜田さんが「くそっ!何も知らんかったら」「知らんから」「何も知らんかったらね」聞いたことないぐらい否定的な否定的な、いやまあまあそうそうね、はやもらえってなって、ああもう隠せ隠せ隠せって、もう消せ消せ、言うたらええやん、匂いがもうこうなって、もうでだからもうラーメンも結局なしで、なしでなしです、なしで、あるということも伝えず、はい、なかったことにして、そういう匂いの楽屋だという。千葉の幕張にあの劇場ができまして、はい、で結構僕は月に、まあ、2回3回出させてやってるんですけど、その3ステージなんで空き時間がものすごくうまいからありまして、ほんでどうしようかなっていうことで、またその時も空き時間が3回ぐらいあって、ほんで1回目こうどうしようかなってことで、同期 の, あのポイズンガールドの阿部っていうやつがいるんですけど、うん、そいつとあとあのフルーツポンチの村上っていうやつと、どうしようかな空き時間って言って、まあ、とりあえず飯フードコート食べ行って、でそれを終わってちょっとこうなんか時間潰しようかなってなったら、そのイベントルームみたいなのがあって、大きな、そこにあのお絵描き水族館っていうイベントがなんか2週間限定ぐらいな感じでやってるみたいで、どんなイベントだちょっと聞いてみようって言って言ったら、あのなんかこう白い紙にいろんな魚のこう縁が書かれてあって、それがもうなんかこうクラゲだとかマンボウだとかいろんな形があって、その中に自分の好きな絵を描いたら中の大きな大水槽でその泳がすことができますみたいな。なるほど。ちょっと覗いてみていいですか。そしたらもうものすごいでかいプロジェクターがあって、あそ こ, こう暗くなった状態でいろんな魚が泳いでて、はいはいはい、で全員子供がデザインしたやつとかがこう泳いでて、わいいなと思って、でそのなんかこの魚の絵に合わせた泳ぎをしてくれるみたいで、マンボウだったらこうゆっくり泳いでくれたりだとか、お楽しそうだなって、次の空き時間来ようかみたいな、一旦戻って、ほんでまたこう行く時にちょっと2人、他2人がなんか面白い絵描きたいよね、どうせ行くんだったらみたいなって、なんかあの梅宮さんのお面一応どうなるか分かんないから持っていこうよみたいな商売道具、はい、一応もう持ち歩いてるんで一応持っていこうかみたいな感じで持って行って、ほんで受付でお金払って中入ったら、もうほんとプラネタリウムみたいな状態で、子供たちがあれ僕が描いたやつとか、あれ僕の絵だみたいなって、いろんな字が自分の名前書いてるやつとかもいたりして、すごい状態で、まあ、僕らもこう紙選んで、でバーってこう何受けるかなみたいな、もう顔も何も分かってないんで、誰が描いてるかも分かんないんで、とりあえずもうあのいろんな絵を描いて、でなんかあのその阿部ってやつがこの日の前国旗のやつ描いてる、いやなんか随分国しょったイカがいるなとか、僕もちょっとやってみようと、さっき の, あの梅宮さんのやつをちょっとここで出そうかなと思って、それクレヨンしかなかったんですけど、そのクレヨンで描いて泳がすんですけども、なんか結局もうクレヨンなんであんま伝わらないんですよね、そのなんか梅宮さんを描いてるかどうかも分かんなくて、あ、うんうん、あこんなもんかな、想像したのと違うなみたいな、もうちょっと森があるかなと思ったんだけどみたいな感じでなってて、で30分入れ替え制でまた別のお客さんが来るんですけども、どうしなんかちょっともうあと10分しかないし、なんかどうしようかなみたいなってたら、その阿部が描いたパッて、 あれ俺描いたやつだみたいな、ドラえもんが泳いでるんですけども、それイカの形三角形なのに、あそのドラえもんの丸いやつが普通に泳いでるんで、うん、これ縁通りの縁に中に描かなくても、うん、要はもうその紙自体に収まれば何でも OK なんだなみたいな、ところがこのお面そのまんま貼れば貼ったらいけんのかなみたいなって近くにいるバイトの人にちょっと聞いてみたんですよ、これそのまんまそのキャプチャー読んでもらってもいいですかみたいな感じだったら、分かんないですけどいいですかねみたいになって、もうほんと10分しかないんで、ちょっといいですかみたいな感じで、僕がキャプチャーふわっと読み込んだんですよ。その数秒後にもう子供たちが見てる中に魚でも何でもないただ梅宮さんの顔が
普通にもう普通に梅宮さんの顔が横切ってね、こう横向きにこうなってね、衝撃の絵なんですよ。で理由分かんないし、大人としてこういうのよ、知らん、子供も知らん、子供も知らんですし、普通に大人のおじさんがこうやって泳いでるプロのおっさんがね。ほんで定期的にあのなんか餌あげたいみたいなのがあってコンピューターで設定されて、餌がまかれるとこにみんなこう集まってくるんですけど、大体みんな子供はクラゲとかマンボウなんですけど、たまたま取った僕はサメのやつやって、全部餌をもう梅宮さんが猫さんにも全部かっさらっていくんですよ。とんでもない光景で、梅宮がおじさんに泳いでるみたいになってて、衝撃な水族館になっちゃってて、係の人が誰ですかこれやったのはみたいな。梅宮さん魚好きやからな。そうなんだ。帰ったみたいな。初めて泳ぐ側に回ったやな。衝撃の絵になってましたね。さあ面白いな。ノンストップという番組出していただいてるんですけど、はい、そこで先日ですね、韓国のスターの方が DV でなんか揉めたみたいなニュースがあって、うん、でそれでコメントしなきゃいけなかったんですね。でそのまあニュース自体見せられたのがなんかすごい女の子があざだらけになってて、で裁判になったと韓国で、でまあいろいろ話聞くとなんか格闘技の技をかけさせてくれっつって、女の子にまあ胴を足でこう男の方がねこう締めて脇腹が全部折れたとか、そういうので裁判が行われてその人が負けたみたいなニュースだったんで、格闘技とかプロレス聞いてどう思いますって言われたから、いやもしも本当ならこんなクレイジー野郎いないでしょみたいなことを言ったんですね。でオンエア終わったらツイッターが荒れてまして、そのまあ韓国のそのスターのファンの方があれは捏造だと、その女の子の方がその写真とかを偽造してやってて、逆にスターの方は被害者なんだと、それを知ってお前はあんなこと言ったのかと、何も知らないくせに偉そうにテレビでゴタ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 、ちゃんとねそんなこと言うんならものは調べてからちゃんと言えって言ってるんですけど、そう書き込んでくる方、僕のことずっと花丸って呼んでるんですね。ホームパーティーとか呼ばれたことあります？あれないですね。うちの嫁がね、やっぱか娘が今もう5つなんですけど、はい、やっぱこうママ友とか、うん、なんかコミュニティですか、はい、いろいろこうどんどん顔を広めていくんですよ、ね、でなんかホームパーティーをに呼ばれてるけど来てよみたいに僕も言われて、そういうのよくあるんやけど、まあまあ大抵はもう断んねんけど、そうしょっちゅうしょっちゅう断ってもられへんし、まあまあ娘もそら喜ぶかもしれんから、まあまあまあじゃあ一回ぐらい行こうかってちょっと行ったんですよ。ほんならもうねすごい大きいお家でね、もう外人さんばっかりなんですよ。もう外国人夫婦、なるほど、ママ友が、ママ友が、ほいでもその主催者側もイギリス人のお父さんですよ、で奥さんは今日本の方なんですけど、ほいでもそれがね7夫婦ぐらいいて、それに各々子供がまあ1人2人こういるんでしょう、なかなかのホームパーティーじゃないですか。でそこに俺呼ばれて、もう基本みんなもう英語ですよ、会話ちょこちょこ片言で喋ってきてくれる人がいるぐらいのそんな空気の中、うわっとえらいとこ来たなほいだらまあなんかもう縁も竹縄みたいになった時に、そのイギリス人の主催者側のお父さんがゲームコーナーみたいなこと言い出して、もっといいちゃんとした発音のゲームコーナーですマジのやつですからねこれ父兄の方、まあこれ全部英語ですけどね、大人の人みんな立ってください、だから7カップルぐらいいますから14人ぐらいですよ、みんなこう立って、はい、でこっからゲームをしますって言って、なんかねこんなトレーにちっちゃいパイみたいなのがねこう乗ってるんですよ、はい、でこれ皆さん取ってください、はい、これも全部英語ですけどね、はい、で2つだけ激辛パイがあります、はい、って言って、でもういろんな国の人が集まってるんですけど、はい、まあ、取ってきてください言うて、はい、それでこう取っていくわけですよ。でこの中に2つ激辛があるんですが、はい、食べて辛い人はもうバレないように、はい、で自分じゃない人は誰かを当てます、まあ、だからいわゆる被害者は誰だゲームですよ、こっちで言うところの、こ
これ大丈夫かねと思ってたんですよ。まあまあまあ、でまあみんなでこうわーってこう食べるんですよ。ほんでもうあの何か辛くもないのに辛いふるいする人、それからポーカーフェイスをずっとなんかやってる人、ほんであの俺はどうしようかなと思ったらパクっていったら何もないパターンや、はいはいはい、あそうか何もないパターンがこれ幸か不幸か何もないなと思ってたんで、ほんならあの誰が被害者でしょうかみたいな、まあ、これも英語ですけどね。あなたとかやったらノーとか言ってうえね、子供もやっぱりはしゃぐんですよ。それはそれなりになんかこれはこれで盛り上がるんかなと思ってたんで、なんか人盛り上がり二人盛り上がりありました、はい、でそろそろ、はい、被害者は誰でしょうか、はい、被害者の人手を挙げてくださいって言ったら、はい、誰も挙げないんですよ。いやいや、まあ誰もあげない、なかなか引っ張るねえと。なるほど。ほんでまたそのイギリスのお父さんがまた、そうは言っても被害者誰だみたいな。やっぱり手挙げないですよ。あれ、いやいや、もうこれもうしんどいと。これね、人種が違うのか、もうノリがもう素人やから。引っ張りすぎ。いや、こう引っ張りすぎや、もう子供たちもちょっと冷めてきてるんですよ。はいはいはい、いやいや、もう誰かそろそろもう被害者言えや、はい。そのイギリスのお父さんもちょっと強めに言うたんですよ。はいはい、ほんなら、二人。そんな二人でなんか恐る恐るなの夫婦がね、その夫婦が言うにはね、いや私たちは全く辛くなかったんやけど、こんだけ誰も手を挙げないなら多分私たちじゃないかなって、その手を挙げた夫婦がインド人やった。これまた空き時間なんですけど、劇場のまあ、東京 の, そのルミネ吉本っていうのがあって、その空き時間が毎回また3ステージの間に出てくるんですけども、その時にあの個室ビデオっていうとこに結構僕行くんですね。それがまあんま福岡にはないかもしれないですけど、本当もう1階でいろんな好きな DVD 借りて6本まで選べてカゴに入れて、ほんで個室に案内されて、そしたらもう目の前にモニターがあって、もう本当自分のプライベート空間というか、そこで90分間こう自分でこう好き勝手やっていいんですよ。好き勝手やっていいんや、はい、ほんで、まあ、そこによく行くようになって、結構もうなんか楽屋狩りみたいになってきてたんだ。入り口になっちゃった、はい、間空いたらまた行ったりすぐ行ってそこ行って、ほんで90分間そこに行って出番ギリギリまでいるようになってきて、ほんである時あのそこ行った時に、1回目と2回目の間に行った時に、まあついてまず最初にちょっと自分でこうやるじゃないですか、こうなんかもぞもぞして、でちょうどいい感じにこうはぁってなって、ほんでまあ出番もちろん自分の時間も分かってるんで、ほんでまたちょっとワイドショーとか見ながら普通にこうやってて、ほんで出番のちょうど15分前ぐらいに行っても余裕で間に合うんですよ、距離が近いので。ほんでもう一回じゃあ一回ちょっとやっておこうかなと思って、ほんでちょっと自分でこう本番前にもうちょうど90分出すとまたリセットされてくるんですよ。でギリギリまだいけるなと思ってバーって自分でやって、ほんですぐもう出番行かなきゃいけんからこうパンツ履くんですけど、なんかちょっと綺麗にはなんかこうへばりつきそうなんで、すぐなんでだからティッシュを取ってぐるぐる巻きにしたんですよ。はい、もうそうすれちょっとわかるわ、はい、なんか直でパンツの生地だとなんかね、あ、わかる、なんかちょっと嫌なんで、わかる、ひっつくな、でぐるぐる巻きにして履いて、うんうん、でもバーって脱いに行って、でもうコントの衣装に引き替えて、ほんで自分の出番もすぐやってきて、でバーって出て時に出て行ってすぐちょうどやろうとしたら、足の隙間からコロコロコロってなんか全く自分のあの要はチンチンと同じ形の真っ白いなんかもう全く同じようなコロコロって出てきて、で一列目のやつもなんか今出てきたか足からギブスか、まさしくギブスの、ギブスがもう全く自分の分身の真っ白いやつがコロコロって出てきて、俺やべえと思って袖にバーンと蹴ったらコロコロコロってはずやべえなってなって、ほんであの後でちょっと取りに行ったらもう誰か片付けてくれてて、あものすごい、そう1列目の人には多分バレてますよね、なんか同じやつが出てきたらしいんですけど、ちょっと緩めのズボンあのこうトランクス履いてたんで端、ね、うん、から出てきて、でそれからちょっと間ちょっと控えめに抜くようにしてました。抜くよ、抜くよ、抜くよ、本当トラウマでした。あれが神様っていうね、日テレの番組がありまして、はい、で僕初めてそれ出させてもらったんです、うん、僕が出た VTR とはまた別に
大輔が鉄道オタク4人と行く、寝台列車の旅みたいなんで、寝台列車で東京駅夜の10時に出発したら出雲大社に朝の10時に着くって言うんですよ、うん、もうその電車あの寝台列車にはもちろん個室でシャワーもあってみたいな、その V 見てたらめちゃくちゃ楽しそうなんですよ、うん、中で行く道中を酒飲んで喋って寝て起きたら出雲大社着く、これええなとかで大輔に聞いてたら、いやめちゃくちゃいいですよって言うから、それ行こうかってなって、ついこの間まだ1週間経ってないです、5日前ぐらいですよね、行ってきたんですよ。でみんなで行こうって言って、メンバーが俺でバイキングの小峠君、はい、ほんでもともと福岡で芸人やってて今東京でやってる、パタパタママの下にっていうの、ほんでまたね3年目ぐらいの後輩の宮崎っていうのと、ほんでその大輔の V 見てよかったですよっていう話をしてた手前、一応声かけなあかんなと思って、あの三又又三さん声かけたら、うん、もちろん行くよ、うわ暇暇やからな。ほんでまあそのメンバーで、芸人5人で行くことになったんですよ。でまあ、そういう時ってもちろんごくごく当たり前に旅を楽しむとはまた別で、うん、せっかく行くんで、うん、なんかやっぱどっかでこうスケベ根性というか、うん、どっかでなんかこう思いもよらないアクシデントに見舞われたらええのになとか、うん、なんか思いもよらんアクシデントが降りかかってきたら、まあこういうところで喋れたりとかするのになって、やっぱどっか思いながらまっすぐ行ける A と、なんか巻き込まれそうな B なら、うん、 A は見えてないよみたいな感じでこう B を通ってしまう、こう芸人の差がというかね、なんか降りかかってきてくれたらラッキーやのにと、やっぱどっか思いながら行くんですよ、はい。で当日夜の10時発なんですけど東京駅、俺もギリギリまで仕事なんでって言って電話して、どうしようとか言ってたら、みんな9時半に東京駅集まって、うん、でおつまみとか、うん、お酒とかもう大量に買い込んで改札の前で待ってます、うん、ほんまーってごめんなありがとう言って、俺9時45分ぐらいに行ったら、もう両手にお酒とおつまみもいっぱい買って、いいなあ、おいおい、うわええなええな言って、ありがとうなとか言いながら、三松さんがいない、あれ三松さんはって言ったら、いやなんか三松さんなんか一人でホームでさっき待ってるって言ってありました、えあそうなの、一人でホーム、あそうで行ったら三松さんホーム行って、ありがとうございます、いや楽しみですね、いやそうなんだよ楽しみだね、いやほんまテンション上がりますねお酒飲んでくっちゃべって寝て起きたら出雲大社ですよ言うてたら、サンライズ出雲到着して、さあ乗り込もうとか、それぞれ個人個別で部屋あるんですけれども、それとはまた別でこうね、なんかねフリースペースみたいなラウンジじゃないけど、ガラス張りで景色見ながらこうカウンターあって、椅子が4つ通路あって、こっちにも4つみたいなスペースがあるんですよ。そこでみんなでじゃあおつまみ出して、じゃあここでって言って、なんか自然と俺あと後輩3人で三輪さんに背中を向ける形で、三輪さんが一人こっちを見てるみたいなフォーメーションに自然となんかなってと思いながら、じゃあビール出して、じゃあ動き出したし乾杯しようかとか言って、パッて三輪さん見たら、三輪さんが自分だけの駅弁一個と自分だけのロング缶のビール1本持ってんすよ。うわ今からみんなで行くんですよ、うん、大先輩ですよ、うん、三松さんそれ自分の分だけ買ったん、いいんだよめそんなのは。一緒に9時半に集合したら、買いに行ったおつまみと大量のお酒のお金出さなあかんからホームに逃げてたんですよ。それ出すの嫌やから。なるほどマジで三松さんマジっすか。いいんだよお前。いやいやいや、これおつまみとお酒これ俺と半々にしましょうね、うん、うるせえんだよお前、稼ぎがある程度超えたやつは後輩でも全部払うんだよって、わけのわからんクソ名言だよ。マジっすか。でもまあそうは言いながらも楽しいなあ言ってたら、もう弁当食い終わって、なんかあのつまみあんのかよ、ポテチ的なのなんかねえのかよって言い出して、後輩ももちろんいっぱい買ってきてる、気使ってありますよって、ポテチどこのポテチだ、これです、やっぱポテトチップスはカルビーだよなって言って、自分が CM に出たもんやから、
このカルビーの CM の話をしたいんですよ。後輩ももちろん三松さん気あるポテトチップスじゃあカルビーやろうって気遣って買ってみんなでこうやってシェアしながら食べてる中後ろで三松さん一人でポテト食いながらビール飲んでそれ飲み終わって違うのくれよ言って飲んでるんですよ。でまあまあ楽しいし、うん、まあまあええわって思ってたら、うん、そこに俺らだけですよ俺らだけのところにそこにウィーンって入って髪の毛、もうほんと黒髪のこうくくった、ね小豆色みたいなトレーナー、うん、でベージュのズボンに、はい、あのなんかこれどこのメーカーのスニーカーみたいな茶色い靴流通センターとかでこう売ってるような感じのスニーカー履いてあるもう全くのドスッピンの55歳ぐらいの女性がねストロングゼロのロング缶を2本持ってでこれあのバカにしてるわけでもなくて本当に俺もう誇張ゼロですよその人ね俺のモノマネのスキルがもっと高かったらもっと伝わるんですけどマジでもうねいやもう三松さんの横座って何を見てんの、ね、その人はどこ見てんのほんまにどこ見てんのおいその人のこってこって何なんですかそれ、ね皆さんは初めてですか来たんですおうわええー、キャラの人来たね皆さんは初めてですかって来たからうわええー、なー思って、いや僕はあの初めてなんですよあのよく乗られるんですか私は月に一度は必ず乗ってますすげえキャラうわやっぱり芸人5人も集まってたらこういうも言ったらもうわらがみ様みたいな人が降臨したとこんなキャラのええ人なかなか出会われへんでみたいなうわええの楽しみやなこれなんか起きるでみたいなあ女じゃあ好きなんですねそうなんですね私初めてこのサンライズ出雲に乗った時に恋に落ちましてそれからこうやって毎月一度はサンライズ出雲とデートしてるんですうわもう右行った右行ったあそうですかとめっちゃいいですねですから今日もこれ一応サンライズカラーなんですサンライズ出雲と同じ色通りなんですよなるほどなるほどじゃあサンライズ出雲とペアルックでこうやってデートしてるんですね、うん、そういうことですいやーただいただいただ何なんですかね何やねんそうやねんおもろいなー思ってもうみんなニヤニヤしてるんですよほんなら三松さんがもうその人こんな目で見てなあそろそろ俺たちあの会議あるからなもうそろそろあの会議があるんでねすいませんね本当この人があんまり喋りかけてくる前から帰らそうとするわけわいや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 芸人としてこんなに面白い人なやっと来てくれたのに、うん、なんで帰らずの、うん、はぁ、あ、会議って何ですか皆さん何の会議ですか会議なんかしませんよあ、大丈夫ですか大丈夫です、大丈夫ですいてほんでいや私は本当にこんなに乗り心地のいい寝台車ほんとあちょっと待ってくださいいいモーターをすごいっすねでも全部分かってあるんですよサンライズ出雲のことなるほどあの新宿湖って湖あれってどっちに出るんですかっつって新宿は6時28分にこちらから見えますこっちもこっちも入ってるんですよあのさっきから二刀流ですねって言ったら言ったそうなんですまるまる電車もあの路線とこの路線の二刀流なんですって言って全部電車で会社あるんですよすげえほんならもうしばらくしたら「寄ってきました」ロングカレーですねああ酔っ払ってきましたって言ってあそうですか実は私もう一つ好きなものがあるんです、ね、おう
おう、なんすか？私、耳フェチなんです。なんか展開変わってきたぞ。耳フェチなんですか？そうなんです、私耳が大好きなんです。言うてるわ。そうだね、ここ今5人、10個耳ありますけど、どの耳が一番好きですか？選びません、皆さん本当に素敵な耳されてます、皆さん一番です。いやそう言わんと選んでください。いや選びません、選びません。酔っ払ってきましたって言って、三松さんの耳ずっと見て、この耳が一番好きですって言いました。はい、三松さん、よかったですよ、三松さん選ばれましたよ。耳どうしたいんですか？耳をしゃぶらせてください。酔っ払ってきました。耳がしゃぶりたいです。三松さん、しゃぶってもらえないなと。三松さんが、あんた何言ってんだよ、用意すぎや、もう帰って出ろよ。すいません言って帰ってもだぞ。いやいやいや、このしゃぶった向こうにめちゃくちゃ大きい笑いがあるのに、目の前でめちゃくちゃ面白いことが起きるのに、シャッター閉めたんですよ、あの人。何してんすかって、何なんだよお前、変なスイッチ入れんじゃねえよみたいな。いやいや、あんた芸人としてマジですか、クソやな。でもいいんだよっつって出雲大社ついて、エマに三股又蔵 R1 優勝できるか。福岡なんで、せっかくの福岡ですからね。まあ福岡らしいのかどうか分かんないですけど、まあ僕はまあ実家が佐原区にありましてですね、佐原区、福岡佐原区ってところで、まあおばあちゃん家が近いんですよ。で親戚一同も結構近くに住んでるんで、毎年盆と正月はおばあちゃん家に帰って集まるんです。でうち親父5人兄弟で全部男なんですよ。で2番目なんです。で全部男に、全員奥さんがいて、で子供がいてるんで、でいとこが全部で11人です。はい、で毎回宴会になるんですよ。はい、で毎回宴会になって始まるのが動物占いなんですよ。で皆さんの知ってる動物占いじゃなくて干支なんですよ、十二支。ああで「おい」と、もう大体あれださ、うちの親父が先頭になって「並べ」と、で背比べから始まるんです。あ、はい、で誰々と誰々並べて「うわ大きなったねー」あるあるお母さん、うわー言うて、足の長さが違うね我々とは。あるわ、毎年ですお盆と正月必ず、絶対言う。で干支は何やったかいなと、うん、いとこの子が牛とか、あら牛やったら誰々の奥さんと一緒やろと、いや私牛です。だその奥さんの旦那が言う、そうやろ牛やろ、よう寝るもんって言う。牛やろで何々子は何かなとか言って、だ羊、羊だったらお前あれもう一度一緒やろ、そうやろ、カニがたまらんよ、だってほら羊は紙食べるけん、だその動物の性質を言うんです。動物占いってそういうことない。そういうことというか、はい、干支占いというか、引っ掛けたね。で僕は犬同士なんですよ、はい、で僕ミステルって言うんですけど、ミステルは犬同士やもんね。でミステルは誰々と一緒だいと、でうちの親父がそうやろ犬やもん、遠くで吠えるばっかりって毎年言うんですよ。毎年。それで誰かが必ず立つって言うんですよ。立つ年、立つ年。龍ね。龍だけシーンってなる。みんな見たことない。なるほど。格闘しない。そう、なんて言って、なんて例えていいか。あら、架空のもんやけんね。やめたらええね。はい。で盆は終わって、まあ、冬を越してまたお正月みんなで集まる。それでよーし集まれって。だ正月は正月で今度進級するから、もう何年生になるとやって、はぁ大きいねって、何しようとかやなって、水泳、そうだよ水泳は全身運動やもんね。だからその言う、絶対言う、まあね、まあ、別に面白いことは何も言わないけど、本当なんかしなきゃ大きな声で合いの手をするんです。あるわかる。それでまた干支の話なんですよ、でネズミって、いやそうやろチョコマカチョコマカするもんねとか。もう全部その性質で言いますから。そうですね。それでまたお正月に誰々が立つってやつ止まるんですよ。半年あったやろ。リサーチがね、
できたやろ。半年間考えとけばいい。毎回親戚一度止まるの。腹立つな。なおない。腹立つわ。まあ、そんな子供の時を過ごしてて、久々にこの前の実家帰ったんですよ、で実家の親父とまあ一緒に飲んだりするんですよ、だから親父がもう娘はいくつになったとやとか言って、で僕は上が中学3年生で、で下がもう6年生、今度中学生になる場合とか言って、えっと何やったかいのだからウサギと羊って言ったやん前、あそう、いやー達也なくてよかったねってなんでいや達は架空のもんやろうがちょっと今1年以内のことなんですけども、うん、あの、本当僕梅宮さんの体モノマネやらせていただいてて、それでちょっとあの営業が仕事入ったんですけれども、僕はどうしてもその沖縄映画祭っていうのと被ってしまって僕は行けなくなって、本当は3人で行く予定だったんですけど、相方2人が行くことになって、ほんであのまずそう心配だったんですけど、すごくその、まあ、大体こう3人でこうコントとかやったりするのに、大丈夫かなみたいになって、でも3人中その1人出るんだろうですけど、2人だとやっぱまあショートコントも成立するし、言ってももう16年7年やってるんで、何かしらやることはあるだろうっていうことで、まあまあ大丈夫だろうってマネージャーとも話して言ってたんですけども、まあそれがちょうどまあイベントがあって、まあ終わるぐらいにすぐ連絡があって、どうなった相方2人って言ったら、いやちょっとみたいになってて、あのちょっと秋山さんもちょっとショートコントとかじゃなくてみたいな、え何やったのって言ったら、なんか僕の等身大のその体モノマネのパネルをなんかどっか見つけてきて作っていただいて、こう普通に裸にやってる、それを相方のまあババが持って、そのパネルの上に梅宮さんのパネルを載せるわけがわかんない芸いやそれなんだその芸それやったらどんなあれだそれパネルの上にダッチャ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 ッそれダメでしょそれパネルの上にパネルで意味わかんねえだろ崩壊してんな崩壊してんすよ、もう何のゲームなんか相方のパネル持っていて梅宮さんのパネルやって2枚だけでステージを終えて帰ってきたんですよ、はあ、とんでもないステージになったって言ってましたけどダメですよ、すげえな、それやったらババちゃんがやった方がいやそうですよ、っぽどええやんな、もうお業のパネル手に入れたんでみたいなわけわかんないクソ野郎ですよ本当にクソ野郎ってことないけど苦肉の策でね、芸人いっぱいいますから、本当にこういろんなタイプの芸人さんがいて、はい、なんかこうなんでそんなことに何年という星の下に生まれ落ちたんやろなみたいな芸人がいて、ね、うちでよう来て遊んでる、中本っていう後輩なんですけどこの中本の周りにはなんでそんなことが起きんねんみたいな、肉体労働のアルバイトしてて派遣で、ほんで、生まれて初めて東京の三鷹、去年派遣で行ったら氷が降って、こんな氷の塊顔面に当たって目パンパンとか杖ついてるおじいちゃんがジュース買おう思って500円玉落として、あ拾ってあげよう思って拾ったら、わしの金じゃーってその杖でバーンとつかれたっていうね、中本っていうのが15年ぐらい付き合ってて、去年赤ちゃんができて、ほんで結婚するってなって、ほんとその入籍する日をもう僕はその、子供が生まれる日に入籍しますと、ほんでまあ帝王切開なんでもう 日時時間が分かるんですよね、はあはあ、それでもう生まれちゃった子にすると、うんって言うんで、そのもう子供の誕生日と結婚記念日一緒やと忘れへんからって言うんで、そうしますって言うてたその中本が年にねテレビに出れて1回ぐらいです。その中本がその奥さんが帝王切開で出産するその日その時間に俺がやってる番組に呼ばれて出ることだったんですよ。全く同じ時間に収録時間、はい、なんでそんなことになんねんっつって、お前それかわいそうやなとか言ったら、いや奥さんも子供も戦ってる時に俺は何もしてないっていうより、本職でこうやってテレビに出させてもらって俺も頑張ろうっていう気持ちになるんで、逆に俺はありがたいです、俺頑張りますって言って、その当日もちろん病院行って俺頑張ってくるなって奥さんに言って、ほんでそのまま区役所行って婚姻届出して、ほんで俺の番組で俺のなんかプライベートのエピソードを喋るみたいなコーナーに出たんだ。
ほんで喋ったら、俺は別にそう思わなかったんですけど、中本曰く全然仕事できへんかった、全然あかん、奥さんと子供は一生懸命今病室で戦ってる、分娩室で戦ってるのに俺は何してんねん、なんて不甲斐ない親父なんやと思いながらも、そんなこと言うてられへん、もう収録終わってすぐすいません言って、もう病院駆けつけた。で病院駆けつけたら、中本って書いてるとこ赤ちゃんいて、もううわー泣いてるんですって。ほんなそれ見たらもううわー、もうおえつがもう止まらなくて、もう涙がもう溢れ出して、こんなに一生懸命生まれてきてくれて、こんなに一生懸命泣いてる、嫁も頑張ってくれたけど、俺は父親として何にも今日仕事ができなかった、なんて不甲斐ない親父なんだと、もう声にしてうわー出るんです言葉が。ほんなごめんな、俺は情けない親父でごめんなけど、これから俺はお前と嫁を絶対に守っていく、ずっと動かしていく、だから俺頑張るから、こんな親父やけどほんま頼むなって、もうブワー喋ってたら、あの病院の看護さんバッ来て、ちょ、長野さん何してるんですかって言って、入籍したのは今日は午前中やから、奥さんもちろん急性で入ってるから、別の中野さんのところこう、全部出してもうて、全く知らん中本さんのところの子に何してるんですか、こっちですよ言って、初めて我が子見た時何にも思えなかった。初めて嵐さんのコンサートを見に行った時なんですけど、あのまあファンクラブ入ってるんですけど、なかなか当たらずに、え、あ、ファンクラブ入ってるんですよ。さらっと言うたら次行こうとしてたけど、さらっと行く、そこさら引っかかりますよ。コンサート行きたいんで、やっぱ行くためにはファンクラブ入って当たらないとダメなんで、でも入ってるんですけど当たらないんですね。でもまあ去年からジャニーさんと仕事する機会が増えまして、で実は入ってるんですと、だから招待しますよって言っていただいたんですけど、やっぱね、あの自分だけなんかそういうズルするのも嫌だから、ファンクラブとして当たるまで僕は頑張るんでお構いなくって言ってたんですね。そしたらジャニーズの方と一緒に僕番組をやることになりまして、それでまあスタッフさんとも仲良くなって、もうスタッフさんが来てくださいということで、なんか招待状をいただいたんですよ。でまあここまでされて断るのはもう逆に失礼だと思って、で行ってみたんですね。で今嵐さんのコンサートで関係者も抽選ぐらいのプレミアム中のプレミアムチケットなんですよ。で僕一人しか行けなくて、例えば花丸と一緒にとかダメなんですよ、博多大吉しかダメなんですよ。だから僕そのチケット1枚だけ持って行ったんですね。で東京ドームの関係者口に行って、まあ、受付して、そしたらあのとりあえず控室こちらですって言われて、控室僕出番あるのかなと聞いてないぞ思って行ったら、控室バッと開けましたら平成ジャンプの皆さんがフルメンバーでいて、そこにいてくださいって言われて、これは何だと、完全に昭和やもんね、昭和46年生まれが平成ジャンプと何で座ってんだと。で誰も来ないんですよ。で結局その東京ドームの関係者席でなんか来賓席とかあるじゃないですか、その上の方とか、僕そういうとこで 見るもんだとばっかり思ってたんですね。そしたら開演時間が迫ってきて、まず大吉さんだけ来てくださいっつって、通されたとこがアリーナなんですよ。でえ、アリーナに関係者席なんかあんのかなと思ったら、その三塁側のベンチの上にパイプ椅子が並んでて、そこってあのジャニーズの後輩の方が見学するエリアなんですね。僕そこに連れて行かれたんですよ。でお客さん分かるんですよ、ここにジャニーズの誰かが来るって分かってるから、東京ドーム中が開演前見てるんです。なるほど。で遠くからみんなこうやって見てるんですよ。でそこに僕が現れたからちょっとざわつくんですよ。あいつどういうつもりだ。したら本当にまあその日芸能人の方があんまりいらっしゃらなくて、僕と平成ジャンプのフルメンバーとニュースの増田さんで見てたんですよ。だから後輩気取りじゃないですか。であの嵐の皆さんもこうなんかこんな台に乗ってやってくるんですね。で後輩がいるって分かってるからちょっとなんかおちゃらけたりするんですよ、お前には見せないぞみたいな感じで、こう一個一個愛想行きながらみんなやっぱ一瞬止まるんですよ。異物だと、異物が購入してるじゃない。それでまあ楽しかったんですけど、終わったらじゃあ帰ろうと思ったら打ち上げがあるんで来てくださいって来て、で打ち上げっていうのは関係者の皆さんを集めて嵐さんが一言挨拶するっていう、そういうのがもうあるんですね、コンサート終わりで。で行ったんですよ。そしたらそこにはまあ関係者の方たくさんいらっしゃったんですけども、ほとんどがテレビ局の人で、例えばフジテレビはフジテレビで固まってて、でテレビ朝日はテレビ朝日、 TBS は TBS で固まってて、芸能人が本当に僕しかいなかったんですよ。
だから僕の唯一の仲間はさっきまで一緒に見てた平成ジャンプしかいないんですよ。だから打ち上げ会場で行く場所がないから、だからで、まあ、みんな固まってるんですけど、やっぱ後輩だから平成ジャンプって壁に一列で並ぶんですね。はでもどこ探しても僕もここしかないんですよ。だから僕も平成ジャンプの一番端っこにこうやって座ってで、嵐さんが来るのを待ってて、嵐さんが来た時に平成ジャンプで皆さんが本当に体育会系ですからお疲れ様でしたって言うんですけど、もうその勢いに押されて僕もお疲れ様でした。そういったちょっと結構そのちょっとエッチな店ばっかり行ってる時期があって、もうそう、もう本当にもう暇さればそういうことどこばかり行ってて、ほんでもう仕事の帰りももうなんかダメだと思うんですけど、一回いつこの店の前で考えようぐらいまでなってきて、でも結局行くんですよ。なんかもう最高やろ、もう店の前で一回行かないか考えよう、どうしよう俺ってなってけど、行くかってなって、そこまで行ってたから最高やろ、店前で考えるなって言うほど、もう風も全く引かない何年間もあって、もう風俗行き過ぎて、もうイソジンでうがいばっかりしすぎて、金がもう人より何倍のうがいしちゃって、そういう人ちゃうやろ、もう風も引かないなってくらいなるんで、ばっかり言ってて、ほんでなんかその時にずっともう最初言い始めたのが、なんかお名前はって聞かれた時に、もうとっさにその内田直哉っていう、もう何の理由もないですけど内田直哉って言ったんですよ。わかる、そういうのある。はい、なんかもうどうしても自分を言うのがあれなので、名前の時にも電話の時もお名前は内田直哉ですっていうことで、もうめんどくさいしそれで統一しようということで、全部それでカードも作ってたし、もう内田直哉っていうのがスッと出てくるなってなんかわかんないですけど、もう内田直哉しかなんか、あーわかるもういい、ある時期カード見たら自分の名前より内田直哉だったんだよ。すげえわかる、すげえわかる。で、向こうの住所制の方ももう分かってる時もあるんですけど、普通にもう律儀に内田さん今日ありがとうございました、もうこいつ分かってんだなと思いながらもやってて、ほんである時嫁とちょっと飛行機乗ってこうそれこそ福岡に里帰りする時に、カウンターでお名前やってる時、僕普通に内田直哉って言っちゃったんですよ。マジで、嫁が内田直哉ボケでも分からんし、どういうこと、内田直哉、うちはどういうことなのこれって、そんなボケもせんだろうし、もうどうしようかな、ただただひたすらそういうボケにするしかなくて、川崎真也、田辺陽一とかもうそん中の一個にするしかなかったでも多分バレてます多分バレない、バレない、もう最後のうちだって出てないの喋んないいや違う、諦めですか、うちの名前じゃないですか、うちだよね、の会そうですね、はい、僕通っていた高校の話なんですけど、はい、大堀高校ってもう結構有名で、あ、有名有名な、はい、私立の男子校なんですけど、はい、まあ、ベビーブームの頃でもう当時生徒数が、1学年1000人で、はい、で3学年で3000人の男子校、はい、でまあ男子校なんで、はい、まあ彼女とかもみんないないんですけども、うん、唯一彼女ができるチャンスが体育祭なんです。体育祭になると、まあ、六本松っていう町中にある高校で近くに女子校がいっぱいあるんで、それこそ3000人の生徒に対して3000人ぐらいの女子が見に来るんですよ。だからそこでいい結果を出すと、まあ、彼女ができたりとかいうことがあって、まあ、言うたらもう3年、まあ、特に3年生にとってはビッグチャンスなんですよ。あ、はい、でやっぱみんなかけっことか、まあ、走るとかで出たいんですけど、その時僕ら3年の時ちょうどたまたま40周年という節目で、その記念の体育祭なんで、なんか大きなことをしようということで先生方が話し合って、結局組体操で7段ピラミッドを作るということになったんですよ。じゃあその体育祭に向けてということで、9月の体育祭なんですけど、もう4月から体育の授業全部組体操になったんですよ。いやたまらないですよ僕ら、やっぱ3年になったら結構グラウンドも自由になるんで、やっぱ球技したいのに、もう全部ほとんどピラミッドの練習なんですよで大変なんですよ、やっぱ7段ピラミッドって、やっぱり下は危ないし、柔道剣道部が大体です。なるほど。で、6段目が野球部とかサッカー部とか屈強なやつがやって、でまあ一般の男子で、まあ体なんですよ、僕は5段目だったんです、5人さんです。ほんだらもうずっと練習なんで、もうみこしとか担いだ方だったら分かると思いますけど、うん、収まりのいいとこと、うん、そうでもないとこってあるんですよ。それも一緒で組体操こうしてると、こう僕の膝がもう下の子のおさらい、 いい時と悪い時があるんですよ、相性やな、はい、でちょっと右とか聞こえてくるんですよ、
って言って、でじゃあちょっと右行くんですよ。で僕の上に4段目から行くんで、はい、で僕ちょっとこっち左って言うんですよ。そう、右左がもう右往左往するわけです。なるほど、なるほど、そうかそうか。大体と全然こうやってもうずーっと言って、でそれをもう1学期中練習するわけですよ。だからまあもうみんなもう嫌ですけどもしょうがないし、でまあ体育祭当日を迎えるんですよ、はい、で体育祭で、でもやっぱり1000人の組体操ってやっぱなかなか優秀で、うん、やっぱり結構なんですか、そのピラミッドに行くまでも扇とかでも、うん、もう何十個も扇でできるわけですから、うん、だからやっぱりそれなりに結構やっぱりわわわみたいな感じになってきて、で僕らもやっぱりなんやかんやって1ヶ月間棒に振ってるとは言いながら一生懸命やってきたんで、なんかテンションも上がってんですよ。でいよいよこう奈良南ピラミッドが作るぞってなった時にもう本当になんかみんな動きがいいんですよやっぱり。であんなにちょい右ちょい左って言ってたのに、スッポ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 できるんですよ。本当にあのテトリスのトがポッて入るみたいな、あーあって一番いいとこにやっぱずっと積み上げてきたもんが出てきて、やっぱテンションも上がってるから痛くもなんともないんですよ。それでいよいよこう残り3段残り2段残り1段ってもう分かるんですよ。わーあと1人で行くみたいな感じで、もうみんなもういよいよこれで終わりやし、これ見てもらうことがもう全てだからって言って、うん、もうテンションも上がってガーってなってた時に、うわーって歓声上がったんですよ。ちょうど上がついた時に聞いたこともないの、もう慣れたうわーどころかキャーだったんですよ。でこっちの方で流れてきたんですよ大きな声が、で実はそれたまたまそのタイミングで当時僕らの高校の、甲子園行ったチームがあの福岡第一高校、甲子園準優勝校なんですよ。でその頃甲子園ギャラいっぱいいたじゃないですか、うん、その甲子園行った第一高校の野球部が見学にそのタイミングで誰か見つけてキャーってなって、みんなそっちを向いてうわーってなってるんですよ、うん、でも僕らは気づかないんですよ、下向いてるから、はい、僕らが言われてると思ってるんですよ、はい、でこうなってるじゃないですか、で受けてる受けてると、やったーと、この半年は無駄じゃなかったって言って、で先生がピーって吹くんですよ、前向くんですよ、うん、でもまだ気づかないんですよ、うん、こっちやから、うんうんうん、でもう一回ピーって言ったら、うん、こっち向くんですよ、うんうん、まだ気づかないまだ気づかないんですよ、みんなこっち向いてるから、うん、でピーって言ったらもう一回前向くんですよ、うん、で4回目のピーってこっち向くんですよ、うん、で今ここで気づくんですよ、うん見てないってでその後長めのピーってなって崩れるんですよ人知れず30個のピラミッドが消えたんです誰も見てないと見れない、山が崩れていったんです僕は大堀高校のハムナプトラと呼んでるんですあのこういう時はやっぱりあの NGK とかでも偉いさんが後に行きますので、うん、後輩ですから僕、うん、さっき行かせていただきました。まあとはいえ本当に今まで皆さんの聞いてたら本当に今日は特に滑らない話をされてる中、本当にこういう話で申し訳ないですけども、本当にただの悪口今から言わせていただきます、やめとけよ。あのいろんなことを思いながらですね、人と喋ったりするんですけど、僕が今現在一番この人ダサいなって思う人が、大阪でチチンプイプイという番組一緒にやらせてもらってる桂吉也さんという方がいらっしゃるんですよね僕の中でちょうどダサいなというか、その桂吉也さんというのは、まあ、米朝一門の本当に、まあホープで、いろんな NHK のドラマに出られたりとか、独演会しても本当に素晴らしい落語をされる方らしいんですけども、まあ顔がちょっと大きくて目めっちゃクリッとしてて、ちょっと短いなんかねスポ狩りみたいな感じなんですで神戸大学出られてます。僕賢いんですよ、賢いんかいみたいないやいいなお前の話にお前の愛のっていらんほんであの私服とか見たらやっぱりね、ちょうど僕より2つぐらい上ですか、もうお子さんも2人ぐらいいらっしゃって、ちょうどダサいお父さんみたいな服を着て帰られるんですね。ほんまに僕の中でちょうどダサいなと思ってますでもまあ別にいい人ですし優しくしていただくんですが、いつもダサいなと思いながらこうはなりたくないなっていうのが、まあ思
ね、実写にあサザエさんで脇役で出そうやなっていう感じの私服ですか。あ長谷川マチコのセンスですかそれは。幼児山本とかじゃなくてマチコ長谷川ですか。来てるわけですよね。でまあその一緒に番組、まあ、あの言えばニュースを扱ったりスポーツ扱ったり、若手がロケ行って京都を訪れたりとか、まあ、そういうふうな、まあ、お昼夕方のワイドバラエティーみたいな感じなんですけどね、うん、結構ずっと出させてもらってるんですけども、その方がまあ前に出るタイミング前の出方というのがもう阪神の情報になったし、もう気前出るんですよ。もう昨日もね僕ずっと9回まで見てましたけどもね、もうブラジルの7回のあのタイムリーがやっぱりもう分け目ちゃいますとか、別に誰が喋ってもいいのにもう胃の一番にファーって前出るわけですよ。じゃあいいや、この人でもいいや。別に僕も見てる時あるのに阪神の情報ってなって、別に僕も見てるのもうここは俺の舞台だという感じでね、いい人なんですけどこういう感じでブラジルの7回のタイムリーはっていう感じで言うとね。いやそれはやっぱ頑張られてるんですよ。あそうやな、はい、でも何回阪神の感じになったらもうそこ出る、まあ、次サッカーも結構詳しいんですよねみたいななって、ほんならもう日本戦とかあったら「いやーでも昨日の遠藤がね」とか言うんですよ、うん、で僕も見てたしとか、うん、そやけどまあそのフリーキックはすごいですねって大きい声で、その時ものすごい大きい声で言うんですけど普通のこと言うんですよね。いや面白いんですけど、まあそんな特に専門的なことでもない、でまあいい人なんですけど、昨日もね僕ガンバの試合見に行ったんですけどねっていう、もうやっぱスポーツ情報俺知ってるぞっていう時ちょっとやっぱ声大きいんですよ、うん、まあそういうのがちょうどダサいなと思いながらでもいい人やし僕嫌いちゃうから阪神とサッカーになったら結構喋る、うん、でニュースになったら別にあんま喋れへん、うん、でもまた本田がね、本田がねってこうおるようおるおっちゃんみたいな感じなんですよ、うん、その方がもう一つ詳しいのがアーティストとか結構詳しいんですよ、うん、それがまあ世界の終わりとかなったらちょっとあれなんですけども、まあ言うたらベタなところスーパーフライとか、うんね、あとはジュディ・マリとか、うん、山口百恵、シングライクトーキングで佐藤筑前さんとか、佐藤筑前さんはねってこう言うんですよ。で割とこうでたまに大物アーティストが来るんですよ。その時だったらもう立って拍手していやー僕本当にね好きやったんですよ昔からってめっちゃ言うんですよね。みんな別に座ってるし一人立ってもう本当好きやったんですよもうね、あの歌もあの歌もあの歌も好きでね僕 CD も2枚持ってましたわって言うんですよ。いいんですけどこの人アーティストのことも詳しいんやなと思ったんです。だからアーティストとかサッカー阪神になったら僕ちょっと黙るんですよ、引くというか、あ僕はもう吉屋さんのとこやなと思ってこうするんですけど、その時にある時あのドリカムの中村さん、あのベースの方がゲストに来られるいうのがありまして、 CM 上げて今日のゲストはドリームカムツルーの中村正人さんですみたいな、わーって来たらわーって立って僕ほんと好きなんですよみたいな、そうかここは吉屋さんの時間やと思って、おる人安江姉さんも好きやしみんな好きなんですけど、いやもう僕ねドリカムほんま好きなんですよ、一番好きな歌がね未来予想図2なんですよ、あそこのくだりほんといいですよね、ハザードランプ5回愛してるのサインって言ったんですけどね、いやブレーキランプ5回で愛してるやからハザードランプ5回やったら混んでる道入れてくれてありがとうのサインやおかしいなと思って、でもここはちょっとやっぱ芸人として生放送流れてて僕は大根かますわけにもいかへんわ思って、うん、いやちょっと吉屋さんってそれブレーキランプってハザードランプ5回やったら間入れてくれてありがとうのサインって言ったんですよほんでまあちょっとドーンってなったんです、ほんであ受けたよかった、うん、今ちょうどこれええ感じでかまんと言えたと思って、うん、パッて吉屋さんの方見たらピンク色に顔もなってたんですよ真っピンクでそうですね、でも中村さんの方見てるんですけど耳の裏とか真っ赤っかやったああこの人ダサいなと思った話です車検を出してましてね車、はい、それが本当先週の月曜日に帰ってきたんですよ、うん、車検出してたやつが、はい、で月曜日松本さんあの車屋さんから今車戻しましたありがとうございます、で試し運転でもないんですけどドライブっていうか、まあ、ちょっと車ね、はい乗ってたんですよ、はい、ふわーっと流し運転してたら振ってみたらカーナビがん僕都内走ってたんですよ、はいはい、カーナビパッて見たら所沢になってるんですよ、はい、おい、ん
って、うん、いやね、はい、埼玉ですよ、ね、所沢になってる、うん、で僕はあのななあれ皇居の辺をね、はい、走ってんのに、はい、カーナビがもう、あれ何あの東村山第五中学走ってることになる全然ちゃいますねだいぶ遠い。いや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 、はいはい、これ車検出して帰ってきてね、こんなカーナビ壊れてるやん。でよう見たらあのガソリンメーターも半分以下になったんですよ。うん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 、これって所沢の工場まで持って行かれて、あで往復されてるわけや、はい、ねその聞いてないし、そんな所沢までそんな遠いとこまで、これ多分往復下手したら4時間ぐらいかかりますか、これ東京で。多いですね。いや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 、しかもカーナビ壊れてて、うん、所沢走ってることになってるし、はい、車検直したのにこんなことになって、これは許されんのかって思ったらメラメラ怒りが湧いてきたで、もう車に電話して、いやいや、あのねと、これクレーマーでも何でもなくて、これ何所沢に車持って行ったのって言ったんですよ、うん、あ、はい、所沢の方に工場がありまして、うん、所沢からこれ持って帰ってきたんよ。あ、そうです、はあ、でカーナビの調子もおかしいし、ガソリンもなんやあれなんやけど、はいはい、これはどういうことなんかな、すごい俺嫌やわって、はい、まあ圧をね、圧はだいぶかけたんで、俺そうこういうのすごいお金払いたくないわって言ったそしたら、はい、所沢まで持っていくんなら持っていくで言うといてほしかったねっていう話をしたら、大変申し訳ないです、松本さんでも、トラックに乗せてもって言ってるんです、うん、うん、ああ行きね、はい、で帰りは帰りもです、うん、で乗ってないんですと、はあ、ああなるほどと、うん、あ、そういえばガソリン最初からこんなもんやったな。それから松本さん、カーナビなんですけど、うん、こう GPS に反応したらすぐに戻ると思います、うん、パッて見たら東京なんですよ、カーナビ皇居になってる、完全に拳をもう振り上げすぎてて、もう下ろせないんですよ。圧かけましたからね。圧だいぶかけたで、出た言葉が分かりにくいないや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 、無理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 、分かりにくいとにかく分かりにくいわもう分かりにくいしか言ってないんですよこういう分かりにくいことはもうほんまに分かりにくいって向こうですよ、分かりにくい。ほいで電話バッと切って、恥ずかしい。大輔君と同世代で、はい、もう最初の話で思い出した話なんですけど、はい、僕もそのカップ麺とかこんにゃくが女性に近いっていう情報は仕入れてたんですよ、はい、でもうち貧乏だったんで、うん、もうこんにゃく一つ僕が取ることはもうみんな分かるじゃないですか、うん、で誰だこんにゃく取ったのってなるから手出しができないんですよ。でカップ麺も買うお金ない、でも女の方のそこには非常に興味があるそんな中学生の頃に悶々と部屋にいましたら、窓がコンってなって開けたらメスのカブトムシが飛んできてたんですよ。だからカブトムシが飛んできたと思ってそれ捕まえて部屋の中でこう手の上にこう乗せてたんですね。そしたらカブトムシで結構こう抱きついてくるんですよ。ああであれと、おなんかいろんな本で読んだけど、女の人ってなんかこうやってなんかこういう感触があるっていう情報を仕入れてたと、はい、で幸いメスカブトだからこれは神様からのご褒美というか幸いだなそれ、気持ちいいんじゃないかと思って思い切って乗っけてみたんです。カブトムシってよく見たら分かるんですけど、関節のところにトゲみたいな筋肉マンでいうとこのバファローマンみたいな感じでしてて、しがみついた途端に考えられないぐらいチンコから血が出てきた考えられるわ、
危ないなっていう話でした。お気をつけください。新喜劇入って、まあ、3年ぐらいですかね、大阪城公園で、サーカスの方が来られると。でサーカスのこの建物の中で新喜劇とサーカスがコラボするみたいなことがあったんですね。それで、まあ、2週間ぐらいでしょうか、そこを行ったり来たり、その家からそこっていうことで毎日サーカスと新喜劇みたいなことでやってる時に、この楽屋がもう言ったら野面の運動場みたいな広いところにあるんでプレハブやったんですよ。そこで、僕らこうおったんですけど、僕とレーザーラモン2人と、うん、衣装さんの女の子でもう4人で喋っとったんです。で僕がこう喋って3人こうやっておったんですけど、僕の向こうに島木さんが夏やったからトランクス一丁でこの人でタバコ吸うてはるんですよ。で島木さん吸うてはるなでバーッ喋ってたんです。ほんで島木さんがなんかこう衣装さんの方をチラチラ見ながらみたいなのしてたんですね。でも気にせずこう喋ってたら、どうやら汗かいたからトランクスを履き替えたいと、男性楽屋で、でも女の子の衣装さんがおる、でもこっち見てるいうことで、島木さんがカバンからそーっと皿のパンツを出してこのトランクスを履き替えようとしたんです。でも普通僕らだけだったらザーンって脱ぐんですけど、まあ女の子が万が一振り返ったらあかんということで、こっちで持ちながらちょっとこうへこましてほんでサッと履き替えようとしたんですね、島木さんが。このささっとこう、ほんでめっちゃ急いでたんですけど、こうやってもう言うても足どんくさいですから島木さんが。そうと女の子が振り返れへんように刺さってやろうと思ったのに、足引っ掛けてドンドンドタンってなったんですよ。ほんで女の子は何ってこう振り返ったら、島木さんが四つん這いでこう向いてたんですよ。この女の子の方に肛門こうやって向けてたんですよ。急ぐがあまり女の子に見られてもらったんですね。その時の島木さんのケツのところが普通こうだんだん黒くなってくるじゃないですか。もうここら辺ね真っ黒っていうか、行き過ぎて真っ暗やったんですよ。股間の部分が真っ暗、えっと思って、普通やったらその毛がバーッて生えてても何かこう穴とかそういうの見えるじゃないですか。何にも見えない、真っ暗暗っと思って、多分そこ手突っ込んだらそのまま僕引っ張られていくんちゃうかな。それぐらい暗かったっていう話です。親父がすごい高倉健さん大好きで、もうずっととにかく好きで、僕三兄弟なんですけども、ちょっと名前がまあ、いろいろありまして、親父がまず最初僕生まれた時にもう健さんが好きすぎて、まあ、映画からこう龍っていうのがあるんで、それを取ってこう龍二になったんですけど、そうか、でこの次男また弟が生まれた時に健さんってつけたいんですけどどうしようかなって悩んだみたいで、まあ、直接つける、とりあえず力也にしようって言って、まあ、映画に出てた近くにいる方の力也にして、で三男また男生まれた時にとうとうもうそのまま直でつけようかみたいな、僕も覚えてるんですけど、年離れてるんで一回家族会議みたいなのもうしようかなと思ってるんだけどみたいな、健ってつけようかなって思ってるんですけどみたいな、でも親父が突然やっぱりこう呼び捨てすることになると、自分の息子を、あ自分の息子であるともやっぱり呼び捨てできないね、やっぱさん付けしなきゃ俺はダメだってこと言い始めて、まあ、漢字のさん付けで健三になったんですけど、そのさん付けかよ。でも中学ぐらいからおい健って普通に言ってる。いやいや、まあ、最初から健にしとけよって思って、ああ健にしとけよかったみたいなっていう話です。6、7年ぐらい前は思うんですけど、テレビのコマーシャルソングが気になって、英語の歌なんですけど、僕あんま英語っていうの得意じゃないんですけど、雰囲気で言うとエピバーディスリーアハンアハンっていうのがあったんです。ありますでこれなんか気になるなと思って、であんまり日頃そんなんはCD とか買いに行くのもあんまりそういうタイプでもなかったんですけど、ちょっとこれ欲しいなと思って買いに行ったんです。ほんでこういう CM でこういう CM ソングなんです、売ってませんかって言ったら、向こうの働いてあった人がこっち見て、いやそれだけの情報ではって言われて、ほんでどう言ったらいいかなと思って必死で説明してもなんかちょっと分からへんと、でももう来たし欲しいしもう買いたいしってなって、もうちょっと歌ってみますと、で雰囲気です、俺全然会うてないですよって、雰囲気です言って、エビバーディスリープアハンアハンって言ったんです。もうその辺の人もちょっとこう見てるぐらいのもう恥ずい、恥ずいけどもそれぐらい俺は欲しいと、しょうがない、でハッて言われてってなって、エビバーディスリープアハンアハンですと、アハンアハンなんです。ほんなら向こうの人がエビバディって言うから、いやそこ全く関係ないです、これは俺の感覚なんです、アハンアハンだけですって、もう5分ぐらい説明したらその人が、あちょっと分からないな、あ洋楽担当を呼んできますって言われて、いやお前は何の担当やねん
ほんでわーってなってまた洋楽担当が来てこういう CM の歌ですで分からへんもうこっちもだいぶ開き直ってきて歌いますってなってほんでエビバディシーリー雰囲気ですよあはんあはんって言うから向こうの洋楽担当もエビバディいやそこは関係ないんですよあはんあはんのとこをあのちょっと際立てていただきたいとほんならその洋楽担当がちょっと分かりませんとでもう店長呼んできますとほんでもう店長がもう来た瞬間食い気味でエビバディシーリーハングの探してますって言うだったよ。ほな店長が全然わからんって言われて結局買えなかったというこの話を、滑らない話のスピンオフで、うん、ホッシャンの滑らない話に出させてもらった時にこの話をしたんです、うん、ほんなら見てる方が、うん、あの曲じゃないですかって言って、なるほど、いっぱい教えてくれて、うん、プリティフライっていう、うんうん、なんか人の歌らしくて、うん、でああそうなんやと思ってて、まあ、その当時あこれ解決したなあ思ってそれで CD も買いに行こうかってなってた時に、うん、たまたま東京泊まってる時にもうテレビ見てたら電話が鳴ってパッて見たら同期で吉本新喜劇の川端康っていう座長がいるんですけど、うんうん、川端ちゃん同期なんですけど、うん、あれ川端ちゃん珍しい思ってパッて電話して取ってはい言ったらひょうちゃん CD 買いに行ってあはんあはん言うたらしいなってなったんですよほんで、あはんはん言いましたよって言うたら、ガバちゃんがその DVD をアメリカでイチローさんが見てて、俺多分あの歌だって分かるって言い出して、うん、教えてあげたいんだけどってイチローが言うてるって言うんですよ、で、もう僕はもうプリティーなんとかって分かってるんで、はい、もう今更なんですけど、イチローが教えてくれるのに、いやもう分かってまんねんって絶対言うのよ、だからそれめちゃめちゃありがたいですと。そうや、ね、ほんで、まあ、イチローさんから多分何人もの大人を挟んで、まあ、川端ちゃんに連絡が来てると思うんですけど、ほんでわあもうありがたいですねと、ほんでこれぜひ教えていただきたいんですけどって言うたらまた川端ちゃんからブワー戻ってほんでまた多分イチローさんがこうだろう言うてバーって戻ってきてほんで僕に教えてもらった曲聴いたんですけど全然ちゃうんですよ。おめでとうね。ジュニアさん全然違う。言うてもエビバディシーリーアハンアハン言うてるんですよ。出だしがオーイエーから始まってってなってどこにいてってなってこれ一応聞くじゃないですか教えてもんだからタナチャラサメタンペって何も言えへんやんってなってワナチャラサメシーリー何やねんマジかこの人思ってワナチャラサメワルサほんで1分経過した時にワナチャラサメあはん、あはんってなくてちっちゃっ天才の耳すげえ引き出すね感覚すぎるんやろな、ね、感覚がすぎるんやわ。やっぱイチローはすごいなという話を。なんですけど僕は仕事から帰ったらお風呂屋さん行くのが趣味なんですよ。でそれこそバッドボーイズのサタとよう行くんですけど、でいつも行ってるとこやったらもう飽きてきたからちょっと違うとこ探していこうかって行ったらなんかこう東京でも温泉が味わえるいうとこがあったんですよ。でそこ行こうかって行ったんですよ。そんならそのお湯がなんか茶色い濁った温泉なんですよ。ちょっと鉄分が多いというか。ほんでその露天やってほんで行こうかって行ったんですよ。で、3人ぐらい入ってはったんですけど、で僕らそこチャポンと入って、でサタが入って僕入ってこう使ってたんですよ。ほんなら何やあれってなったんですよ。湯のとこに何やって言うて、これこう湯気がブワーって出るんで何やこれって言うたら、なんかヤシガニみたいなのがこう、おるんですよ。でこれ何やこれって言うて二人で、なんや言って、でこう見てたら急におっさんがこうブリッジからダーンってなってカーッて出てきて、うわっ言って、なんでやブリッジ、いやもうちょうどあそこだけがめちゃくちゃくなってたから分からへんから、ヤシガニ言ってもうベロンやってるから、でブリッジからダーンなって、うわっってなって、ほんならサタがなんでって言うから、サタ言うな。ほんならその人見てたらもうなんかなんかガリガリの40歳ぐらいのでもなんか健康志向みたいな、だからずっと足をもうこう持ったら
グーッて痛い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 ぐらいのちょっとほなまたグーッやったらもう足ここら辺でしょ、ほなまたずっと見てたらここしか見えないんですよ、ほなその足グーッイエーイみたいな、ですっごい伸ばすんですよ体を、ほんでグーやって、うん、ほんならもうグーやりすぎてもうまたズボン入っていくんですよ。でなんで？いやだから言う。なんでって言うんだった。ほらもうやらんでいいでしょ。水中で前屈なんかせえへんのに。でボコボコって出て、なんでこれ？もう言わんとこ。多分もうこれおかしい下やから。これまた前屈した後またグワーブリッジしてまたヤシガニみたいな、もう何やねんこれ、腹立つね、腹立つね、何やねんこれ、わざとやっとんのか、でちょっと ずれよう言うて佐田と、でこっちずれたんですよ、ほなまあまあ、 あのでかいところで、こっちの右端のとこ、こうこういう、まあここが温泉やとするじゃないですか、ほんでここでもうヤシガニ浮いてるんですよ、だからもう僕らここ来てて、ほなこっから お湯が出る装置みたいなのがあって、はい、ほなちょっとだけここに隙間があるんですよ、はい、その隙間のとこにもうちょうどなんですよそこに浮かんでるおっさんおったんですよほんでなんでってなってなんなあれずっともうこっからジャガラーなんてもうほんでもうジャガラバーも強いから水バーかかってるずーっなんでなんやねんここのお風呂気持ち悪いねんでもうここも目に入らへんこっち来よう、ほんでこっち行ったんですよ、ほんでこう湯気バーで出て、ほな次僕らの後にこう太った人が入ってきはったんですよ、うん、で僕らからしたらこうもやーっとこうもやがかかってますよね、ほなその太い人がずーっと近づいてきたんですよ、ほんでずーっと近づいてきて、まあ、あの見てしまいますよねここ、はい、うん、まあ見えますね、見てしまうじゃないですか、ほな僕ら の, その横に行こうっていう時にこう行って見たら太すぎて、ああ、はい、体が太すぎてもうめり込んでるっていうか、もうちょっと穴開いてたんですよ、もうここの肉がガーッなってるから、あるある、もう穴開いてるんですよ、ほんでもう俺ももうあかんと思って、もう笑うと思ってってやったら、佐田がなんでって言う、なんで、あれはそういうもんや、もうちょっととりあえずいか上がろうか言って上がったって言われて、もうね、たくさん喋られたんで、もう本当に本当に短い話で終わらせていただきたいと思いますけど、つい、年末ですか、もう車で、千住院、あの東京に千住院っていうところ、外苑東通りに千住院っていう信号があって、そこで信号待ちして、ちょっと斜め後ろぐらいの隣の車線タクシー止まって、パッて見たら後ろにあのアンガールズの山根が乗ってたんで、はい、うん、あ久しぶりやな山根と思って、ほんで俺窓開けて、お山根山根って手振ってて、よー見たらガリガリのおばはんでした